山田博史君。そこでですね、今日は放射線防護学を専門とされておられる札幌医科大学の高田淳教授に参考人としておいでをいただいております。高田先生、ありがとうございます。今この食品、特に魚などでですね、放射能の基準を下げたわけですけれども、これ放射線防護学というもののまず簡単にご説明いただいた上で、今回のこういった決定を専門家研究者から見てどう見えるのかということをご説明いただきたいと思います。高田淳札幌医科大学教授。お答えいたします。放射線防護学、これは放射線 X 線の発見、レントゲン博士ですね、この発見から始まっております。この X 線の利用、医学利用がですね、この人類のこの病気の治療に対して大きく貢献したと、それでこのレントゲン博士最初のノーベル賞を取ってるんですが、それ以来もう100年近くこの放射線防護学研究、最もそのリスク研究ですね、この医学的なリスク研究で進んだ分野であります。ですから今回の福島のことでもですね、いろんなことが科学的には分かっているんです。ところがなかなかですね、前政権の2年間ですね、この現地の科学調査が十分されないままですね、20キロ圏内のブラックボックス化が進み、また、放射線はゼロが一番いいという誤った判断ですね、これのもとにですね、いろんな形でですね、その規制が始まったと。今日この会場にですね、この委員会に皆さん、およそ100人ぐらいの人たちいらっしゃるわけですが、大体天然自然界に放射能があります。カリウムの放射能、およそ成人1人に4000ベクレル。ですから100人いると40万ベクレルの放射能がここにあるんです。私たち人類はですね、放射線や放射能がゼロの世界で生きているわけじゃないんです。ですからこの基準に関してもですね、きちっと科学的に見ていく必要があると思っていますし、今の規制はですね、科学的なものから逸脱した判断があると私は思っています。山田博史君。そこで本当に食品の放射線はどうなのか、またはその地域の放射線はどうなのか、体にとってどうなのかということを、やっぱり世界中の知見を集めてね、日本で国際会議でも開いて、すぐ結論出さなくていいから、とにかくどういう議論が世界中で行われているのかということをリスクコミュニケーションの上でもしっかりやるべきだと思うんですよ。そうやって日本のやはり姿勢を示していく、国際基準を作っていくと、こういうことをやはりやってほしいとこう思っていますが、最後に総理のご決意をお聞きします。安倍内閣総理大臣。今、山田委員からご指摘になった論点は極めて重要だと、このように思っております。占領水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化について、原子力災害対策本部でですね、議論を行い、年内を目途に一定の見解を示すという方針を決定したところであります。その際、関係省庁での検討に加えて、規制委員会が科学的、技術的な見地からの役割を果たすことになっております。合わせてですね、今後、検討における、科学的、技術的な考え方については、国際的な、今、委員がご指摘になられました、国際的な会議などの場を通じて、海外にも情報発信をしていく、そして、国内にもですね、一つのコンセンサスを作っていく。ということにおいてはですね、極めて私も今お話を伺っていて、それは必要だと、このように考えました。そして国際的な共有化を進めるということも大切でしょう。国際会議を日本が開くということも含めて、そうした対応について検討していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。